皆さんおはようございます。私はこの磯です。72になりましたですね。66の時に外国大学へ行きまして、69歳で研究合格ということで、この動画を作っております。私の趣味でね、作ってるチャンネルでございます。はい、いろんな企画ね、ありますし、見てくださいということで、いろいろやってきてるんですけどね、今日なんか、今の日本の株ね、上がってきましたよね。はい、日経平均もほぼ史上最高値に近づいてきて、おそらく今週中にはね、突破するんだろうと思いますけれども、しかしね、それにしたって34年間低迷してたわけですよね。34年間何しててんっていうことですけど、その間にアメリカの株価なんて10倍以上になってますよね。どうなんだということなんですけれども、おかげで円安が進んでてね、今150円台ということなんですけれども、私らの若い頃は360円の固定相場だったんですよね。で、その360円と150円比べたらもう倍も違うんじゃないかっていうふうに思うんですけども、名目的には倍違うんだけれども、実質的な、いわゆる実質購買平価っていうので見ますと、現在の方が360円の時より150円の今の方が円の価値が下がってるんですよね。いうことは、いったこれ何のためにこれ頑張ってきて、いまだにまだあかんのかよって、思わず言いたくなりますよね。はい、そういうことでね、これからの時代ね、結構こう厳しい、そういえばGDP も2期連続のマイナス成長になってましたよね。だから片一方ではね、そういう指標も出てるし、いわゆる企業業績も結構こう好調な業績が出てるんですけれども、その一方で、ね、GDP マイナスになってくるという、そういうことが起こってるんですよね。ですからこれから先って実質賃金もね、そんなにもう上がらないか、あるいは低くなるかっていうような時代ですし、年功序列賃金もやってるところって非常に少なくなってきてますよね。だから企業によっては初任給1000万円、1000万円って年収ね、年収1000万円っていうとこありますよね。その代わりうわすごいなと思って入ったら、もうそこからは上も下もいかない、企業はそこの業績の部門が上がったら給料上がるけど、あかんかったら下がるという、そういうの初めからもう1000万円という年収を保証してるという、初任給からね、会社もありますよね。でその代わりそこから先は自分自身の努力ということですよね。それぐらいしないと国際的に太刀打ちできないということなんですよね。例えば時間給で言いましても、ニューヨークで働いたら最低賃金1時間5000円ですからね、ここ1000円でしょこんだけ差がついてますからね。はい、この間も言いましたけど、ちょっとニュースで見ましたけど、日本で寿司屋さんで働いてて380万円の年収の方が、アメリカで寿司屋開業されて成功して年収8000万円になってるという、そういう時代ですよね。そういう時代ですから、やはりこれね、英語もねしっかりやっていただいて、世界の波に乗り遅れないという、それ非常に重要なことだと思うんですよね。ところが現実にはね、県1級以上になられる方っていうのはそんなに多くはないですよね。数字が発表されてないんでわからないんですけど、昔発表されてる頃はね、年間4000人ぐらいだったんですよね。おそらく今多分半分ぐらいになってると思うんですよね。なんでそんなにこう下がってきてんのということなんですけどね、これね、人口が減少してくるために競争っていうのがだんだん減っていってるんですよね。で、人間競争しなくなってね、のんびりするという、そういうことなんだろうと思うんですよね。ここへこれ、ヨゼフさんが大学受験専門の方なんですけど、あの方に言わせると、全体ね、今私立大学のね、6割がもう定員割れ、つまり名前さえ書いたらもうどなたでも入れる、あるいは、ぜひうちに来てくださいよって入れるという、そういう時代になっちゃったら、もう競争っていうのはなくなってくるので、あんまり勉強しない、あるいはいわゆる日本で一流大学と言われてる高校がありますよね、東京大学か京都大学。じゃあそこでどうなんだって言ったらね、やっぱり学力下がってるらしいんですよね。具体的に私は中身まだ、よくは知らないんだけども、ヨゼフさんから聞いたんだけど、結構下がってるんだって言ってましたよね。そういう点で国際協力を、競争力をしていってるっていうのは、そういうところにも如実に表れてきてるんだと思うんですよね。ですからこれ見られてる方っていうのは、英語を勉強し直そうということなんですから、これ大いに頑張っていただかないと、ダメなんですよね。ところが
世の中出たらね、競争ってのがあって、まあ、どんな会社にお勤めになってても分かりますけど、競争相手があるためにね、こっちも一生頑張らなあかんとかいうことあるんだけれども、こと英語の世界ではね、あんまり競争ってないんだよね。ないどころか、どんどん辞めていってくれるんだよね。だからずっと続けさえしたら、いやでも1級以上になって、まあ全国レベルでいくとトップレベルに近い内容になれるんですよね。それ自体別にそんな大したことでも、まあ、こんな人でもできるんやからね、こんな人でもできるんだから、まあ、そんな大したもんじゃないんだけれども、他の人がやらないから結果として高く認められてしまうという、そういう現象が起きてますよね。ですからこれやらなきゃ損なんですよね。いや、ぜひやっていただきたいと思います。ところがね、やっぱりね、残念ながらね、初心者の方では途中で挫折する人がもう圧倒的に多いですよね。圧倒的に多いですよね。もっとちょっと、いや、ここでもね、昔以前はね、1年か2年ほど前、初級脱出講座って作ったことあるんですけども、やりましたらね、最初20人ぐらいでこう始めたチームが、2、3ヶ月経つと2人になってるという、こういう現象が起こるんですよね。ね、もったいない話だなと思います。せっかくね、やろうとしてるのに、なんで消えていくんだろうかと思わず言いたくなる、何のために来てるんだろうと言いたくなるんだけれども、これがまあ現実なんですよね。ですから逆に言いますと、ずっとその中でやってきた2人の生き残っていった方っていうのは、非常に得するわけですよね。だって周りの方が勝手に辞めていってくれるからありがたいですよね。でその結果として、こっちはただ普通にやってるだけで、いつの間にか高い評価を得ることができるという、語学の業界ってそういう風になってるんですよね。で語学そのものはね、特に英語の場合はね、そんな難しいもんではないんですよ。ただね、英語と日本語って相当大きく見た目違いますのでね、そのためにきっちりとしたことは分からない、基本的なことは分からないままに、なんとなく形だけ真似してやっていくために、もう一つ難しさにとると感じてしまう。実際はそんな難しいんじゃないです。単純に客観的に評価して日本語と英語だったら圧倒的に英語の方が簡単なんですよね。ただね、そこの違い、基本的な違いに気づいてないっていう方が多いですよね。まあその辺でね、例えば私もびっくりするのは、1級前後の方の英作文とかいろんな指導してるんですよね。そうするとね、中学1年生で教えてることをまだ間違ってくるんですよね。それ何かといったらね、英語には名詞にはカウンタブルとアカウンタブルがあるんですよね。で数えられる名詞と数えられない名詞で、数えられる名詞は必ず単数か複数かどっちかを取るんですよね。どっちかしなきゃいけないのにね、もう平気でそれをデタラメにやってくるという、これ中学1年で教えてることがね、身についていないんですよね。でそれ、そんな難しい話でも何でもない、要するにものを見た時に必ず1か2か3かという数という概念と離れられないんですよ、英語ってね。そういう見方さえすりゃいいだけのことなんですよね。英語で描写するという時も SVO でもう何でもやっちまえばいいんですよね。もう基本、英語の基本って SVO なんですよ。いや、動作主体があって、動詞があって、動作の対象があるという、もうそれだけで世界を描写しようとしているのが英語ですからね。そういうふうにさえ考えてやってもらったら、日本語よりはるかに簡単にマスターできる言語なんですよね。だからその辺を教えてないのかなって、いや教えてるはずなんだけども、身についてないのかなっていう、その辺のおかしさっていうのを感じるんですよね。だからそこをね、正確にさえやっていただいたらね、そんな難しい言語じゃないし、どなたでもマスターできますし、ただね、言語ですから、今日言って明日パパッとマスターできるってそれはないですよね。結構時間はかかるし、練習とかせなければならないという、そういうことはあるんですよね。しかしそういうことあったとしても、基本的にそんな難しいもんじゃないんですよね。だから根気よくそういうことを理解して分かっていったら、面白さも出てくるし、ずっと続けられるということですよね。まあそれだけのことなんだけど、だからそういうところを教えてこなかったということなのかなとも思うんですよね。どうしても学校で嫌気さしちゃってるっていうのは、その辺の教え方もまずいんかなっていうふうに思いますよね。ご自身で気づいていただいたらね、英語ってそんな難しいもんじゃないですよね。それさえ分かったらずっと続けられますし、上級者になりますよね。そして、まあ、上級者になっていただいたらね、人生も開けていきますよね。ところが、私ああいう大学行って分かったんですけどね、そうやって勉強する人間っていないんですよね。
いなかったですよね。私なんか朝から晩まで図書館で勉強しておりましたけれども、でニューヨークタイムズからね、週刊誌のタイムから片っ端から読みましたけども、百科事典ももちろん英語で全部読みまくりましたけども、そんなことしたやつ一人もいない。1万3000いてですよ、一人もいないんですよね。で結果的に私が一人が研究になりましたけれども、それは誰もなれないという、でね、やりゃこんなもん誰だってできることなんですよね、それをやらないんだよね、今の若い人。だから逆に言ったら得じゃないですか、やったらやりさしたら他誰もやってくれ、やらないんだからね、あっという間に自分が一番になれちゃうんだよね。特にそんな優秀でなくても一番になれちゃうんだから、これ非常に得だよね。そういうふうにして私は思ってやってきましたよね。ですからぜひ皆さんもそういうところで大いに頑張っていただいたらね、本当に人生得だし、全く変わった世界が開けてきますのでね、これは絶対お勧めしたいなと思っております。ということで今日は終わります。